失礼先生、俺みたいになるなはい、ということで今回しくじり先生ね、失礼先生させていただきます。プロでございます。よろしくお願いします。もうしくじったけど大丈夫ですかちょっと私髪形でございますはい、ちょっとそこは多めに見ていただいてはい、今回ね、はい、初企画ということで、はいはい、しくじり先生、私失恋先生ということでやらせていただきたいと思いますね、はい、今までね、まあ、動画でも散々過去にもう失恋しまくったとか、うん、振られまくったとか言ってますけどね、うん、全貌を見せるのが今回初公開で、うん、俺たちは知らないかも。俺たちも分断されてるもんね、うん、学生時代と大人になってからで分断されてるから。そうそうそう、まあ、今回ですね、この動画を僕撮るということで今までの失恋をこう思い出してました。辛っ辛っ辛っ辛かったな。一回一人で泣いてますいやいやいや、それぐらいね、やっぱり痛みを伴った失恋をね、多数してまいりましたよ。今回はその身を削って全てを今回発表していきたいと思います。それではまず簡単に自己紹介をしたいと思います。1ページ目お願いします。はい、1992年生まれ、大阪出身、神戸大学卒、大学卒業後リクルート入社し、結婚情報誌ゼクシーを担当、その後退社し起業。 YouTube は出場チャンネル15万人、シクロから夜更かし5万人超え、その方は仲間と共に婚活事業を経営すると。かったーい。あのねこのプロフィールだけを見て、僕の初見の方、めちゃめちゃこう輝かしい経歴をね持ってるんじゃないかと、こいつはと。確かにそういう風にもしかしたら見えるかもしれないです。恋愛強者だね。そうです、結婚といえばの言えばというあのゼクシーにね、確かに所属して恋愛のチャンネルが合計20万人と、こんなやつも恋愛に困ったことないやろと。確かにそういう風に映るかもしれません。しかし安心ください、次のページ、マジでモテなかったと確かに遅い遅い。あ、そうですよ、初彼女が24歳ということで、ちょっとまあ意外なのかももしかしたら知れないんですけど、ガチで24まで彼女が一切できたことがなかったと、これは紛れもない事実でございます。これは紛れもない事実です証言者が近くにいるんで、今回後輩に追い抜かれ追い抜かれと、ね、大学時代を過ごしてまいりました。まあなぜこうなってしまったのか、全ての始まりは次のページお願いします。清風学園という、ね、ました大阪の男子校に僕入学しましたご覧の通りね、うん、髪型の規則がめちゃめちゃ厳しくて、確かにな、生徒は坊主か角刈りのみ、そんな学校でした。みんな普通は中学校、うん、高校の時にやっぱりこう恋愛を経験するじゃないですか。しました、しました。そこでね、若気の至りなんかもこうやらかしちゃったりとか、ね、ついも甘いも経験して学ぶもんだと思うんですけど、うん、僕にはこれが一切できなかったんですね。まあ、できないだろうね。そうなんです角刈りと坊主しかいないもんね、はい、なぜなら次のページ、うんうん、しくじり数字が登場します。何ですか99。はいはいはい、何だと思いますか。え、何だろう。銀河鉄道です。普通ないんじゃない。普通ないボケの力を磨いてください。次のページ答えいきます。 99% が同点となっております。ああ、そういうことか。そんな感じ。この清風学園 99% が同点だったんですね。なるほどね。はい、まあ、これはねさすがにやっぱ恋愛をできないですよ。確かに確かに。そもそも知識がこう一切入ってこないですからね。 99% が同点なんでね。傷の舐め合いやな。いや、そうなんですよ。毎日が鎖国です、こんな恋愛鎖国や、恋の出島4人が強いはい、だからね、まあこういう中学校、高校に入ってしまったんで、まあ高校までの恋愛はもう一旦諦めようと。せめてこんな環境なんで、こう大学だけはね、せめていいところに行きたいなっていうことで、なるほどなるほど、こう必死に励んで、はいはい、恋愛はまあ大学デビューすればいいかなと。なるほど。そういう心構えで受験勉強を頑張りました、はい、そして神戸大学に合格するんですが、ここからが僕の真の失恋人生の始まりでした。おー、はい、次のページ、しくじり数字がもう一つ出てきます。11と。お、これは何だと思いますか。好きになった人数。あ、惜しいですね。お、振られた人数。あ、正解。いや、はい、次のページ、大学以降失恋した人数が11人と。へー、まあ多いですよね。多いぜ。多いな、なんか体感少なかったわ。まあまあ確かに、もう50回、80回言ってたから。こいつほんまに多くてさ、こいつの卒業、こいつの大学卒業した時に、その後輩がなんかダンスとかで盛り上げながら替え歌で先輩いじってくとこもあったけど、こいつ部活の中だけでも5人のお面出てきたから。
メンバーの女性の宿のこの人に振られました振られました振られましたのやつで部内で5人おったから。そうなんですよ。だから大学時代散々ここから失恋人生に突入していくわけなんですけど、ここからが動画の本題でもあります。タイトルは失恋男子宿の誕生秘話、あなたの恋も必ず報われると。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではまずこの表をご覧ください。ドン。はい、こちら私の失恋年表になっております。すごいすごい。はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11人と。おお、はい、多いな。2011年から2018年かけて毎年失恋してますね。密度濃い、濃かったですね。逆にすごい。いや、こんなに恋できることが羨ましいです先生。確かにね、ちょっと惚れっぽかったのかも。惚れっぽすぎやろ。はい、すいませんが、今回ですね、この失恋の中でも、キーパーソンになる4人の女性をちょっと、書かせていただきました。1人目気になる、1人目ですけど、そうですね、まあ1人目から、じゃあ、ワイコさんからちょっと深掘りしていきたいと思います。あいつか、名前わかるぞ、これ。あいつか、まあね、高校までの恋愛は一旦諦め、大学デビューするぞと意気込んだ初っ端のワイコさん。この人、次のページですね。あー、いいよ。大事よ大事よ、これ大学一発目に恋をした人と言っております。まあ、これとソーダラモンよくご存知だとは思うんですが、僕もよく知ってます。はい、我々演劇部自由劇場っていうね、演劇学生劇団に所属してたんですけど、そこのマドンナ的存在な人で、なるほど。僕が恋したのは新刊の時ですね。だからいろんな部活を見てる中で、この舞子さんがそのテナントにいて、ぜひ入ってよみたいな感じで、君みたいなこう人材待ってたんだよみたいな感じの無邪気な笑顔にもやられると。ほぼ入学してすぐだ。そう、すぐです。慣れてへんから、免疫ないからな。そうそうそう、あの坊主と角刈りばっかの中から。そう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 、そう来たら。そうなんです、これが大学生かと。いやー、で、まあ晴れて部員になったわけなんですけど、ここのこの銃撃場のビッグイベント、合宿、夏合宿というものが存在するんですが、あとのね、そうです、ごめんのイベントで、まあ合宿ってでも修学旅行みたいな感じで、楽しくみんなでわちゃわちゃ遊ぼうみたいな会だったんですけど、そこでね、肝試しっていうイベントがあるんですよ。来ました、で、これどういうのかというと、それぞれ第一希望から第三希望まで運営の人にこう送って、で、運営がちゃんと需要と教育があったらマッチさせて、マッチングさせて、で、肝試し男女手をつないで肝試しをするっていう。やばいじゃん。そういうめちゃくちゃちょっとハレンチなビンビンじゃん。そんな感じの思うって。そうそうそう、ちょっと刺激強すぎたんだけど、そういうイベントがあるっていうことを聞いて、はいはいはい、もうここはそれはね、行きたいよね。それは行きますよ。ワイコさんは僕はもう当然第一希望を書くわけで、でね、あと一つ朗報があって、1年生の希望は 100% 通るって言われたんです。あ、マジか。勝ったじゃん。そう、だから1年生が第一希望書いたらもうそれ 100% 通りますと。だから1年生をやっぱ最初優遇させるためにそういう感じのシステムになって、当然僕はワイコさん書いて、で、縁になってて、次の人はみたいな感じで呼ばれていくんですよ。次、宿老と〇〇さんみたいな、全然ワイコさんじゃない人が来て、何が起きたって、まあ混乱しながら肝試し行って終わって、その運営の先輩に言ったんですよ、仲良かったから。いや、どうなってんすか、1年生の希望 100% 取るって言ったら、おかしいな、おかしい。ほんなら、宿老ほんますまんと、ワイコさんのあのメールは宿老だけはマジでやめてって書いてた。マジ、本当、いや、ほんまにマジ。そう、だからまあ僕がワイコさん好きってことはまあ結構知れ渡ってて、当然ワイコさんの耳にもこう言ってたみたいで、で、まあ実は彼氏とかいたんですよ。ああ、なるほどね。なんでもうちょっとあいつほんまやめてほしいみたいな。君という人材だけは求められてない。そうそうそう、演劇部の一員としてしか求められてなかったっていうっていうね、一発目、これから僕の大学人生は始まりました。はい、夏にまず散ったんだ。散りました。それは厳しいことになるわ、こんな。そうなんですよ。どうせだって童貞なんかめちゃめちゃ言うからな、あの人好きだよみたいな、男だけでぐわ盛り上がってるから、少年よくでかいやん、ほんまに。そうでね、まあまあまあ軽く失恋シーンの、失恋シーンの来ました、はいはい、この人 A さん。
説明しよう。エイリさんとは宿老が50回告白し振られ続けた人である。2年経ちましたから、大人になったでしょ。次はいける。だって3年生でしょ。そうですそうです、ね、かっこよく映る時期です。一番かっこいい、うん、でね、この人僕が3年生の時の1年生や。はい、来た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 、はい、勝つ勝つ。大学の1、3は勝ちやから。そうそうそう、一番かっこよく映る、うんうん、で、この人出身校が、まあ、大阪一緒で、おいおい、で、西武学園の姉妹校みたいな、西武学園の女子校版みたいなのがあるんですよ、はいはいはい、だから結構その共通言語とかもあって、おで、大阪やし、なんかノリとかも結構合うから、そう、ね、めちゃめちゃこう一緒になんか打ち解けて、うん、まあ、最初はね、可愛いちょっと妹的な存在として、めっちゃ楽しいなみたいな感じだったんですよ、うんうん、で、彼女実は、うん、それまでで彼氏できたこともなければ、一緒やん。そうで、うん、好きな人もできたことがないみたいな。おお、そうなんや。そう、好きとやって、その当時28とかか、うん、あ、でもそうなんやみたいな感じで思ってて、で、ある日、うん、好きな人ができたと。おお、花火が来た来た好きな人できた、うん、で、これはまあ、僕ではなく、部活の人でもなく、部活外の男の人、なんか分かんないですけど、できたみたいなこと言って、で、僕その時別に何も思ってなかったんですよ、正直、うんうんうん、で、まあ、仲いい熊本みたいな後輩に好きな人ができて、はい、おお、ええやんみたいな、面白いよな、おめでとうおめでとう、うん、おめでたくないなみたいな。おい、気づいた気づいちゃったか。できたちゃんだ気づいちゃった。そう、好きな人ができたって言われた時に、やっぱ気づいちゃったんですね。あ、そこで、そこで気づいちゃうっていう。シクロ遅い。いや、そう、遅いよ、遅いよ、シクロ遅かった。うん、いや、なんかこれ嫌やなみたいな感情になって、うん、この時好きって気づいた次の日が演劇の本番やったんですよ。おー、うん、で、だからもうせっかくなんで、うん、その本番終わった時にもう告白しようと、よいう感じで行って、まあ、タイミングをかけられおかしいんですけど、早いよ本当は好きな人ができた言うてる時に告白しに行くっていう宿路感じで、まあ、その公演が終わって打ち上げをやってた時にちょっと呼び出して、うん、あの俺、その君の好きやわみたいな話をしたら、まあまあまあ当然ですけど、いや、私好きな人がいるっていう。いや、まさに。まあ、当たり前ですよ。そうそうそう。先輩、昨日言いましたよね。そうそうそう。アホやな。何考えてるんですかよ。いや、そうなんですよ。でも、それは分かってると。うん、やっぱそれによってちょっと気づいてしまったところもあるから、はいはいはい、ちょっと伝えさせてほしくて、みたいな感じで伝えたんですけど、ただね、まだ可能性実はあったんですよ。え、おう。どうやら、このエイリさんがその恋してる相手、うんうん、彼女いるんですよ。あ、おいおいおい、そう、じゃあ、うん、あ、そうなんやみたいな、うん、で、この日ね、僕告白したのが、うんうん、まああれや、3月20日、覚えてるんですけど、すごいな。3月20日に告白したんですよ、うんうんうん、で、エイリさんが好きな人いるってなって、うんうん、3月31日に、うん、エイリさん、この人告白するっていう。あ、ね、なるほどね、そう、うんうん、で、3月31日に会うことは決まってるらしくて、まずいかまずいか、まあ正直彼女がいて、うん、私も正直ダメ、無理だと思ってます、はい、そうか、そうか、彼女がいるんだった。正直かなわないとは思ってるんですけど、うん、やっぱりこう気持ちとして好きなんで、気持ちだけでもちゃんとここで伝えようと思いますと。かっこいいな。そう、かっこいい、うんうんうん、で、だからちょっとここまで待っといてくださいみたいな、うん、あー、なるほど、そう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 、それとまだ全然可能性があるんですよ。だってこの彼女とかね、うん、そう、切れる切れるしくろ、まあ、じゃあこれ、あ、分かった、そういうことやったら全然、まあまあ俺待つわっていうことで、こっから一回改ざんしてこれを待とうっていう楽しい11日ことになったんですけど、まあ、やっぱりちょっとそわそわするじゃないですか、まだこれ10日間ぐらいあるんで、まあ、いても立ってもいられないみたいな感じになってもって、まあ、なんかこれまでにもうアクションぐらい仕掛けたいなって思ったんですね。で、ここが3月30日、はい、これエイリさん誕生日なんですよ。おー、すごいいいじゃん、ね、だからここでちょっと誕生日プレゼントを渡しに行こうっていうことを、いいじゃん、いいじゃん、だからちょっと1日前にちょっとあんまもう一発ジャブだけ打っときたいって言ったんで、当時なんかめっちゃ欲しかった帽子を買って、大阪の重曹駅っていうのを知らないことあるけど、いきなりですよね、うんうん、ほんまにこの日に思い立ったぐらいの感じだったんで、いいじゃない、ほんとにほんまに急で申し訳ないけど、
ちょっと住所まで来てほしいみたいな、うん、で呼び出して、あのその帽子買った帽子を、うん、こうまあ迷惑なのは正直もう重々分かってるけど、うん、やっぱどうしてももうちょっと気持ちを伝えたくて、うん、プレゼントさせてほしいっていう感じで渡したんですよ、うんうん、でねその時に言われました、はい、次のページ おかしいやおかしいおかしい密室殺人よ。どこでどこでどう入ったの。何がどうなった。不可解なんですよ。不可解やな。ここで告白するって言ってて、うん、ここでもう付き合ったのって言われて。おかしいな。どういうことみたいな。うん、で、まあ聞くようじゃないですか。はいはいはい、どういうことみたいな。そんな。詳しくないもんね、こっちは。そう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 。そ, そ, そしたらなんとですね、ここで僕告白したじゃないですか。うん、はい。で、この時にエイリさんがその先輩に LINE でなんか赤津の先輩から告白されましたみたいなことを言ったらしい。後押ししてるですよ。やりました。いや、でね、うん、そいつまあ彼女いるんですけど、え、マジかちょっと待ってくれみたいなことを言ったらしくて、うん、実は俺も前のこと好きや、その男が、うん、まあ彼女はもちろんいるんですけど、彼女ともこう別れるつもりやと、だから、俺と付き合ってほしいみたいなことをこの後とかに言われてるんですよ。結果的に僕の告白がその男の背中を押すことになっちゃった。しんどい。しんどいよ、これは。この辺の10日間はほんまドラマチックでしたね。すごい、もうだってリアルな演技だったな。いいな、俺も見たかった。俺キューピッドラってもた。僕の告白がこいつのキューピッドだったの。いやー、ほんまにこれはしんどかった。今笑ってるけどきついよな。だって3年男が1年にいってるわけさ。、うん、一番かっこいい人でそれやってもてるもんね。まあね、エイさんとはその後もちょっといろいろあったんですけど、まあそれ話し出したらめちゃめちゃ長くなるんで、ちょっとここまでさせてもらいますけど、で、まあまあまあ順調にここからもう失恋重ねていって、まあちょっとやけくそですね。うん、忘れるためにそう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 。あ、これ1個でどこか失恋失恋するんかな、うんうん、で、していって、うんうん、で、まあ大学時代は結局恋が実らず、はいはいはい、終わってしまって卒業しちゃった、ね、そうなんですよ。大学でね、もうここから2017年、はい、あのリクルート入社します。はい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 、はい、でまた3人目のキーパーソン、はいはい、CP。 いやー、 CP ほぼ言うてもらえた前やね。 CP CP っていうね、はい、方がいらっしゃるんですけど、この人実はあのリクルートの、まあここはさらっといきますけど、同期、はいはいはい、おお、新卒同期の子で、はいはいはい、で、実は関西勢やったんですね。あ、うん、一緒だったんだ。そう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 、そだから内定式の前にその関西の同期だけで会う機会がちょっとあって、おちょっと一人で二人仲良くなって、はい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 、で何回か演劇とか一緒に見に行ったりとか、え、仲良くなってる、仲はかなり良くなって、3回ぐらいで告白したのかな、それでもまああのこの人もまあ好きな人ができたと、他にね、うん、で、そいつと付き合ったんですよ。あ、でね、もうここはさらっと言います、こんなの日常茶飯事だったんで、そうなんだ、お前が告ると相手は気づくね、本心で。袋に告られたことによって、いや、そう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 、私の本心はこれだって言って新しい恋を生むっていう。キューピッドの、だから昔からキューピッド特性はあった。いや、そう、人の恋だけ叶えてた。そう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 、まあでもこれ面白いのが、うん、内定式が2017年の 10月とかじゃないですか、普通内定式、あ、内定式、そうだね、はいはい、そうそうだね。で、俺内定式の時点で一人失恋してるっていう。みんなが晴れやかな顔してる時にな。まさかその視点から失礼してるっていう。まさか人事もそこの2人がちょっと気まずいとは思ってへんの。グループワークでチームにしよう思うんだ。ちなみにこのかける3全員同期です。これで遅かったから、うん、もういかないかなっていうマインドにもちょっとなっ、あ、なんだった二度とあんなことはっていうな。そう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 、なるほどね。そう、この3人、これが本当のリクルート事件です。いや、事件よ。新卒が1年目に一番行きづらい同期3人は事件よ。ここから
ジョンと出会ったのはこの辺かな。そうだね、そうだね。カナダに転勤になってはい、はい、この N 子さん、はい、この方が実は一番のキーパーソンかも。おお、知らないです。 YouTube 指導の、はい、はいはい、そうなんですよ。今おっしゃった通り、次のページ、はい、YouTuber シクロの誕生のきっかけがこの N 子さんです。はあ、逆にこの子ちょっと見たことありますか。ああ、そうやね、ジョンが会ったことは一回、はい、あるかもしれない。俺ほんま知らんのよ。だよね。この人なんですけど、僕が初めて自分から好きになって付き合えた人みたいな。おお、やっとここですって。これ26歳そこだけし、まあ、付き合ったんだ。そうそうそう、もう26歳ですよ、もうすでに。100代悲しなるわ、痛々しいな。何が怖いって、まだ2年前こんなにモテますみたいな感じになってない。まだ2年前2年前です、恐ろしい。逆に2年でこんな学べない。すごいんやから人間はな。すごっ。で、ほんそうなんよ、ここの失恋とかは、まあ、言ったら全部付き合えてないんで、ね、この辺24あたりで、まあ、1回初彼女はいはいはい言ったんですけど、まあ、今言ったら申し訳ないですけど、うん、ちょっとマッチングアプリとかで、うんうん、まあ、相手がちょっと来てくれて、あ、もうほんまにさすがに24やから、うん、ちょっと付き合わなあかんなって経験してみたいって付き合うということ、うん、そう、今思ったらちょっと申し訳ないけど、うん、付き合った、うん、で、ちょこちょこまあ、ね、こういうのなんかこの辺があったりして、うん、やっと N 子さん初めて自分からも好きになって、なるほど、付き合えたと。人生2人目の彼女、そうですね、2人目とか。なるほど、なるほど。で、やっと付き合えたぞと。いいじゃない。ここでまあほんまに今までね、こう出演したけど、やっと幸せになれたみたいな感じで、ちょっとまあ浮かれてたんですけど、あらあら、そしたらですね、付き合って3ヶ月目ぐらいかな、ちょっと待って、ちょっと距離置きたいみたいな。早いな。突然ですよ、ほんまに全く自覚なくて、はい、どういうことってなって、これでも、ね、で、僕と N 子さんの共通の友人がいた、女友達がいて、この子にちょっと相談してみたいな、はいはいはい、N 子さんにこういうこと急に言われたんやけど、うん、なんか知ってるみたいな、うんうん、言ったら、実は N 子さんその人に結構相談してたみたいな、あ、よかったよかったね、悩み相談とかを結構してたみたいで、うん、まあ、その人にいろいろ話を聞くと、うん、まあ、俗にこう釣った魚に餌をやらないじゃないですけど、はい、まあ態度がこうそっけなくなったりとか、あったの？連絡がちょっとそっけないとか、うん、あとは話にこうあんま共感してあげないとか、なるほど、そういうのを僕全部やってたみたいで。なるほどね。そうそうそう、しくじってた。ここでほんまに知ってるね。ほんまのしくじり。そうなんだ。しくろうも。そう、うん、やってたみたいで、そこで言われて初めて自分も気づくぐらいの、まあ、バカだったんで。そっかそっかそっか、うん、初めて付き合ったよ。そう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 、好きなこと。この時はもう僕まだ YouTube 始める前なんですけど、はい、まあ、サラリーマンなんで毎日こう仕事は行ってて、まあ、そうやな。でもやっぱり仕事も手につかないわけなんですよ。きついよ。そう、あの距離を置こうって言われてて、そっちでね、そっちでやられてね、やられてて、あんまりこう仕事も集中できないんだよね、うん、仕事中もパソコンで彼女別れ回避とかで検索してたんですよ。一番あかん一番あかんわもう必死やから。どうやったの？幸せに戻る。いや、そう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 。で、これそうやって検索してしまった時に、うん、なんか男性脳と女性脳の違いみたいなのめちゃくちゃ出てきて、おお、なるほど。そうそう、男性脳はこういう傾向がありますみたいなやつを出てきて、うんうんうん、めちゃくちゃ当てはまってて、なるほどね。そう、うんうん、で、そもそも脳としてそういう傾向やっぱあるんやっていうことを、うんうん、まあ、初めてそこで知ったんですね。なるほど。それがシクロの原点に、まあ、後々なっていくんですけど、なるほど。で、この時思ったのが、過去にこんだけ失恋してるじゃないですか。失恋してますね。でも、この失恋が一番苦しかったんですよ。はい、うん、あ、そうだよな。これやっぱ、そうだから、付き合う前の失恋よりも、うん、付き合った後の失恋の方が何十倍、何百倍も苦しいんだと、うん、その時、26歳に初めてしました。そっちが26年初めて失うってことを知ったんや。そうです、そうです。一回手に入れたものを失う痛いのが痛いんだと。あ、その時初めて知って、それと同時に、はいはいはい、このままやと俺さすがにヤバいなっていうことをここで、なるほど、変わらなきゃいけないと気づきました。宗太郎とはね、この辺ずっといたんですけど、うん、まあ、ずっとヘラヘラしてたじゃないですか。はい、してました。全部ね、ここの、はい、こういうのとかも、はい、まあ、そう、ちょっとネタにして、全部笑いに変えてました、しっかり笑いに変えて、はい、まあ、ヘラヘラしてたんですけど、やっぱり、こう、自分と向き合うことがやっぱ見えてたんですよ。なるほどね。なるほどね。そうそうそう、笑いに変えて、もうそれで OK みたいな、はい、なるほど。自分の失敗をこう、顧みないみたいな感じで、やっとここにして、本当の失恋を味わって、あら、今まで、なんてことは俺はしてたんだと
ここでうち知られてたこれはほんまに。だ恋愛っていろんなことをせいにできたりするじゃないですか。そ、ね、これも結局好きな人がいたからだとか、確かに確かに確かに、うん、まあ彼氏がいたからだとか、確かに確かに、まあ運が悪かったタイミングが悪かったってことをいろんなことのせいにできるんですけど、はい、ここの失恋に関しては完全に自分に非があったんで、なるほどね、やっぱり自分の変えなあかん部分って絶対いっぱいあるんやなってことを初めてここであの気づいた、気づいちゃったか、気づいちゃいました。そう、あー、そっち、はい、でこっから恋愛の勉強とか本をいっぱい読んで、うんうん、男性のこととか女性のこととか勉強して、うん、いろいろとこう自分がしてきた失敗をもとに、うんうん、あの YouTube を始めることになりました。 YouTube は宿老の誕生だ。これが誕生したっていうね。なるほど、うん、それでやっとこういろいろ知名度も上がってきて、うんうん、TikTok とかが15万人ぐらい行ったりとか YouTuber10 万人行ったりとか、どんどんこう上がっていって、マッチやれたら声とかねかけてもらえるようにちょっとなってきて、はいはい、で、その時にね言ってくれた中で、うんうん、一番嬉しかったのが、うんうん、次の言葉ですね。こう言ってくれた人が失恋した時にめちゃくちゃ救われましたみたいな、志向さんとか見て、そう、それ言われた時に過去の失恋があったからこそこれを初めて、うんうん、でそれをこう言葉で発信して動画にすることで誰かの失恋の時の心を救ってるんだっていうことが、まあ、僕的にすごい嬉しくて。なるほど、うん、嬉しいねこれは。そうなんですよ、うん、まあ、ここも負け続けてきたじゃないですか。そうだね。でもう全部黒星ついてるんですけど、うんうん、その一言によってもう全部こう白にひっくり返っていくような感覚になったんですよね、この時。その失恋の時にすごい救われましたって言ってくれる人がいることによって、うん、それが僕的にはやっぱすごい嬉しかったっていうことですね、うん、いやーすごいね、うん、こんだけモテなかったからこそこれが結構痛かったっていうのはやっぱあると思うんですよ、ね、2011年とかうまくいってたらね。そう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 、ね、ここが全部ね別に恋愛困ってなかったら、うん、一つの失恋ぐらいそんな、なんかダメージを負わんというか、そうですね、ずっと失恋し続けてやっと付き合えた子に振られたっていうのがやっぱ一番苦しかったっていうのもあるんで、それがあったから、まあ、やっぱ YouTube も始めることになったし、うんうん、まあ、自分と同じようにねこういう失敗をしないようにって思って、まあ、YouTube で発信して、それでね実際にこう救われたみたいなことを言われたんで、ね、それがすごいやっぱりあったと思うんで、だからやっぱ本当に、ね、今苦しんでる人もいつかこう最後にやっぱね、うんうん、勝てばいいと思うんで、うんうんうん、今苦しい人も最終的に幸せになればいいし、うんうんうん、たった一人にぶっ刺さる自分に最後になれればやっぱりこう全部こうひっくり返っていくと思うんで、うんうんうん、はい、頑張っていきましょう。はい、あなたの恋は必ず報われるということで、私のしくじりを終わりたいと思います。ありがとうございました。報われますかね、僕も。いやいや、報われるよ。だからもうしくじりにのように見えて、うん、しくじりじゃなかったってことだもんね、結果ね。そう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 、今回の話は。そう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 、素晴らしいね。くじってもそれから学んでこう成長していったらいいと、うん、いうことすごい思いますね。マシくじったね。すごい。26でさ、うん、そっからこの変わりを、うん、まあ確かにね、うん、2年ね、こんな確かにやばいな、2年前に初めて好きな人と付き合いましたって、うん、やばい。そうそうそう。男ので振られたい。そうだ、今じゃもう、いや勉強してみるもんやな。いや、ほんまな。まあ恋愛関係はまだまだ道半ばですけどね、うん、うん、はい、それじゃあありがとうございました。ありがとうございました。